はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の死守シリーズ第76弾やっていきましょう。で、今回問題8問ありますので、まずね、ストップウォッチを使いながらぜひ一回ね、皆さんチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんが必要なところだけピックアップしてね、解説の方を聞いてみてください。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますのでお待ちください。わ <laughs> ちょ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 ごめんなさいひどいさすがにひどい今。よっしゃじゃあいきましょうえっ、ー、とねワクチンを接種して副反応からだいぶ回復してやっと動画がね撮れるようになりましたとこうねあのー、解説ができる喜びをかみしみながらやっていきます。 ではね、まず1番なんですが、まあ、ここのポイントは、マイナス、カッコマイナスですね。で、これは、ここをプラスにする代わりに、後ろの符号も一緒に変えましょうと。つまり、2プラス5に変わるので、これはそのまま7で OK と。で、えっ、ー、と、次が、気をつけるのはここですね。引き算、そして掛け算がありますと。引き算と掛け算どっち先にありますかって言ったら、えっ、ー、と、ルールで、掛け算が先になります。 これはここにしようかな。2x×2 分の1。で、これは、まあ、約分するから、普通に x にな、<laughs> 喉が、x になりますね。だから、残っている 4x マイナスをくっつけてあげると x、4x マイナス x なので、答えは、3x で OK ですと。で、次はちょっと気をつけた方がいいですね。まず1個目が、まあ、割り算なんですけど、マイナス同士の割り算なんで、答えはプラスになるのはいいと思います。 で、えっと、暗算ができそうな方はそのままやってもらって構わないんですが、これさ、割り切れないんですよね。その6割4が。で、ちょっと割り切れないときに不安だなと思う方は、もう分数にしちゃった方がいいです。例えば、えー、皆さん5、5割2。はい、これ答え、分数にするときは、これね、ま、あいつもやりますけど、そう、手使うか。5割2。分数にするこっちね。右回転では時計回り。こう。だからこれ2分の5なんだよね。2分の5。 同じようにやっていくと、これも、4AB が下に来て、上が 6A3 乗 B2 乗が来ると。こうなります。分数にするとね。で、今マイナス同士だからプラスになってる。一応書いておこうか。そうすると、まあ、約分簡単で4と6だから、2で約分すると2と3になりますよねって。A1 個消して、ここが2乗に変わります。B1 個消して、ここが1乗に変わりますって。 下は全部消えます。あ、消えてない。ごめん。2が残ってたわ。で2が残ってて、上が 3A の2乗を B が残ってる。あそのまま書きます。で、まあえっと、2分の下に書いてもいいし、ちょっと綺麗に書くなら、2分の3って書いて、文字を横に書きます。A2 乗 B。でもこれ、2分の下に長く書いて、3A2 乗 B が上に載ってても丸だからね。どっちでも構いません。まあこんな感じで。 慣れてくればもちろんね、頭の中で、まあできる方もね、全然増えてくると思うんですけど、少しね、不安がね、おもお不安な気持ちが出てくる方は、こういう風にやってみると、ミスが減りますんで、試してみてください。で、4番です。えっ、ー、と、これは x がマイナスに y が3です。まあ代入するやつです。今それ書いてないですけど。で、やっちゃい、まやっちゃいけないって言い方も思わないんだけど、やらない方がいいのは、ここにいきなり代入するやつね。 そのやり方やってしまうと、ちょっとめんどくさいというか、ミスが出やすいし、時間かかります。いいことがあまりないです。じゃあ何をやるかっていうと、先にこれを計算します。まとめてください。じゃあこれね、後ろか、まあこれ、前はね、そのままカッコ外してあげて、上、プラス3ね。これを分配法則でこうやって配ります。3つに。そうするとプ、えー、プラス 3x、えプラス 3y、プラス6と。 で、x 同士計算すると、5x, y 同士で、プラス 2y。で、6はちょうど消えてくれるんだね。そうすると、こんなに長かったものが、ここまで短くなりましたと。じゃあ、あ、ここに、x と y 代入すればいい。x のところ、ちょ、書きますね。x が今、マイナス 2, y が3と、問題文に与えてくれてるので、これを入れます。で、入れるとき、かけ算ね。5x って5、5かける x だからね。 だからマイナス2を入れるとマイナス10になります。で2 × 3三だからね 2×3 だからプラス6になるつまりまとめるとマイナス4で OK ですよと。いいかなこんな感じでやってみてください。で5番、まあ、よく出てくるねじれくんですねじれの位置ですね。今ここに三角柱というずっと立体があります。 で、AB、変 AB、こいつね。こいつと、ねじれの位置にあるものを探しなさいと。で、ねじれの覚え方。ま、あいろんなね、覚え方があると思うんですけど、自分がよく言うのは、ねじれっていうのは、平行と、えー、交わる以外。まあ、交わるもの以外ですね。これ覚えてください。平行なものと交わってるものを外せば、だいたいねじれが残ります。 いいかな。で、どうやるかっていうと、まず平行ってこういうやつだよね。こういうふうに。まあ、どこまで伸ばしても交わらないやつが平行で、AB に平行なのは、こいつだよね。真下にあるこいつ。だから D がまず外れます。平行なので。で、交わるものをもう一個外すと、交わるってま、くっついてるものが一番わかりやすくて、で、ちょっと応用は後で話します。いい。これさ、BC ってここで B でくっついてるから交わってるよね。AC もここで A で交わってるからダメだよね。 あと、AD もこの A でくっついてる。交わってるからダメだよね。って言って、平行なものと交わるものを外しました。残ったのは、ここの EF と奥の DF と横の CF。この子は平行でもないし、交わってもないです。つまり、今丸つけた3つがねじれの位置になります。いいかなで、書くときは、辺ってちゃんと書いてね。ちょっとめんどくさいですけど、辺、えーと、 DF 変 EF かなとあと変 CF か。この3つで OK と。でねじれの位置の問題でよく出てくるのはこの三角柱、まあ一番出てくるのは立方体とか直方体の四角柱です。で四角が下が四角ね四角形になってて、まあ、柱になってるやつ。でこれはこの2つで対応ができます。でちょっと厄介なのが五角柱とかになった時五角柱ね。 例えばこれちょっと難しいんだけどえ上の形がこう五角形ちょっとごめんフリーハンドだから汚くてごめんなんだけどまあこんな五角形になってる時にじゃあこの子といいこの子とねじれの位置にあるものを探しなさいって言われたらさ例えばまずここ真下はさあごめん平行だから×だよね。 あと、交わってる、交わってる、ここ交わってる、交わってるって外していくと結構残っていくんですよ。よし、じゃあ残ったものしちゃおうぜってやるんですけど、実は、ここと、ここも×に入ります。で、この時に、えってなるんですよ。ちょっと、えってなる。で、これは、何がダメかっていうと、実はこいつら交わります。いや、交わってねえじゃんって思うと思うでしょ。で、これ、実は交わる以外って時に覚え直さなきゃいけないことがあって、実は、直線、そのね、二つの辺があるじゃんか。 を伸ばした時に交わるものもダメなんですよ。伸ばした時に交わるもの。どういうことかっていうと、例えばこれ、みんなで言うとどう見たらわかるかなこうするか。これさ、みんなのちょ、ちょ、えっと、ペン先ごめんね、向けちゃって。こう伸ばすと平行じゃんか。でもさ、同じ平面でちょっと斜めになってたらね、こういう感じ。どっちかが斜めになってたら、伸ばした、こうしうか。伸ばした時にいつかこうやってぶつかるでしょ。今最初辺は、えっと、ぶつかってない。こう、えっと、交わってないんだけど、 伸ばした時に交わるやつ。これが NG になります。で、これをちゃんとした言葉を使うと、同一平面上って言います。同一。同じ面、平面の上にあること同一平面って言うんだけど、つまり、これ上さ、同じ面の上にあるんだよね。同じ面の上にあるものは絶対に交わります。まあ平行なものは交わんないけど。だから同じ面の上にあるものは外すんだけど、もちろん同一平面上は外すとか、 同じ面の上にあったら外すって覚え方をしてくれてもいいです。いいんですけど、伸ばした時に交わるものもダメなんだよなっていうのを覚えておくと、さらにこういう問題でもねじれに対応ができますので、まあ、ちょっとね、ここの説明聞くと難しく感じる方もいるかもしれないんですが、ひとまずは平行なものと交わるものを除けばねじれが残るよっていうのを覚えておいてください。 大体の効率入試の一番の基礎問題であれば、これ対応できるから、これで。ネジで。いいかなでは、6番行きましょう。これもね、有名な問題です。ルート 24n。で何が目印になるかっていうと、ルートの中に数字、自然数と文字、だっも n ね、がくっついてる。それがルートの中に入ってますよ、と。で、こいつがね、こいつが自然数になる。 自然数になる。で、一番メジャーなのは、えー、最も小さい。つまり最小ね。最小の n を求めなさい。もうこの3コンボです。ルートの中に自然数と n が入ってて、こいつがし、こいつね。こいつが自然数になるように、最小の n を求めなさいっていう。このコンボ。もう超有名問題。 で、これはまず、やり方を機械的に教えちゃいます。もうこれやりゃいいからってこれすごい簡単なの、覚えとけば。で、何やるかっていうと、ここの数字あるじゃん。ここの数字。これを素因数分解してください。素因数分解。てかまあ、ほにゃららルートほにゃらって直してください。イメージは。つまり、ルート24を直すの。で、これって、4×6 でしょつまり4が、 2の2乗だから、2乗のアイテム使って2は外に出てくる。つまり2ルート6なんだよね。2ルート6。で、この時に残った中身、6だよね。これ答えです。答えから言うと、これ n イコール6なの。これで終わり。えって感じでしょ知っておけば。で、でも、これね、機械的に覚えるだけじゃなくて、なんでその6になるのかっていう部分を覚えてください。これはちょっとおまけ、おまけというか話すところなんだけど、 何やってるかっていうと、今もともとルートの中に n がいました。つまり、ここに n がいるんだよね。今2、2ルート 6n になったの。この直すと。こいつがね、こうなりましたと。で、自然数になるっていうのは何かっていうと、ルートがなくなってほしいんです。ルートがなくなってほしい。ルートがあったら自然数じゃないから。だからルートなくなってほしいなと思った時に、n に何を入れたらルートが消えるかなって考えるんです。えル,ルートに何を入れたら。あ、これ n に何を入れたら。 で、ルートを消すために一番簡単なのは、ルートの中身って2乗になったらさ、消えるじゃん。さっきの2乗もそうだよね。2乗のアイテムを使えばルートの外に出てこれる。つまり、今ここに6がいるでしょ。じゃあ、この N くんが6になってくれたら、6×6 で、お外出てこれるじゃんってなるわけ。だから、N を6にすることによって、こいつがね、ルートが外れて、結局、えー、2×6 か。 こううななって12ってて12いう自然数になるんだよってだから n こうやってね24っていう数字を2 6に直してルートの中に残っちゃったやつを書けば最小の n は求められます。でこれはちょっと応用問題で2番目に小さい n とかね出てくることもあるんですけどちょっとこれ話が長くなってしまうので今回はここだけにしときます。 え自然数で最初の n と言われたら、えー、こうやって24というここにある数字を直してくださいってで。直してルートの中に残ったのが答えになりますよ。なんでなるかっていうと、ルートを消すためにその数字を入れれば、外に出てきて自然数に変わるからですって。ここまで覚えてくれればいいです。いいかな。よっしゃ。では次参りましょう。7番。ちょっとね、文章問題なんで、編集で問題文出しておきます。 え、二つの容器がありますと。で、牛乳入ってんだよね。で、まず一個目のキーワードが、容器 B。これね。B に入っている、B に入っている牛乳は、A に入っている牛乳の2倍ですと。で、これ最後に、A に入ってたえ牛乳を求めたいから、つまり求めたいものを X にしますよね。これ X です。求めたいから。ってことは、B は A の2倍。つまり B は X の2倍ですよね。だから B は、 2x ってすぐ置き換えられます。入ってるよね。OKOK、OK OK。一回これは問題文を簡略化、簡単にして解釈していく。b は x の2倍だから b は 2x と。で、次です。えっと、a に 140ml の牛乳を加えたところ、a と b の牛乳の比が5対3になりましたと。つまり、a 対 b が5対3になったんですけど、a の方にだけ140足したので、ここに140足してますと。 いいで、A は今、X ですよね。で、B は 2X ですよね。つまり、X 対140、あ、ごめんなさい、X 足す140対 2X が5対3っていう比例式が完成しました。で、比例式に関しては、キーワードは、中、中、外、外です。中と中、外と外を掛け算すればいい。で、まず中と中行こうか。中、中掛け算すると、2X と5だから10 X、10X。 で、イコール、外と外掛け算です。で、外と外掛け算するときは、ここ、カッコ、カッコつけるんだよ。ちゃんとね。だから、3カッコ、X プラス140。で、分配法則すると、3X プラス420となります。あとはこれ解くだけね。これ持ってきて、7X イコール140。じゃない。<laughs> どっから来た。420になるから、両辺7で割って、X イコール60。今求めたかったの X だからね。 だから、えっ、ー、と、答え A は 60ml でしたよと。これで終了となります。あのー、大問1に、こうね今回ね、大問1にあったかなやつかなだと思うんで持ってきたんですけど、みんなも、模試とか、その、受験本番もそうなんだけど、大問1番で、まあ、大問1番だから序盤で、こう、文章がやたらちょっと長い問題。今回の問題みたいにね。長い問題が出てきたときは、基本的にね、心構えとしては、あ、これは、 簡単なのに、難しく見せて、心を折れさせようとしてるんだなって思ってください,い,い。基本的に今回に関してもまだ慣れてなかったらね、難しく感じる方もいるかもしれないんですが、慣れれば簡単です、これいい。簡単。難しくないから。ただ、問題文が長くなる。文字情報が多くなればなるほど難しく見えるんだ、数学は。そうやってトリックで使われてるだけだから。だから、難しそうだな。 できないんじゃないかなって思って望むとできないから問題っていうのは。だから基本的に <laughs>、あ、私を騙そうとしてんな、これはと。引っ掛けようとしてんだな、俺のことは、その手には乗らねえぞっていう気持ちで言ってください。それがすごく大事。で、その自信をつけるためにもこの死守シリーズがあると思っているので、問題数いっぱい重ねて、経験値いっぱい重ねてね、レベルアップしてくれれば、難しそうに見える問題も、ははんって、あれだけ勉強した私は舐めたらあかんよって。 思うことができるので、そういう気持ちでね、ぜひね、望んでください。ではでは、ラストね、行きましょう。で、これね、ちょっとよく、最近よく見る問題。中央値とかね、こう設定されてて、そこから、えー、該当するもの。つまり、必ず正しいと言えるものを一つ選びなさいと。で、ざっくり言うと、えー、女子生徒、女の子20人が、反復横飛びをテストでやりましたと。で、その、まあ、20人ね、丸書いたんだけど、中央値が50回っていうことだけ分かってます。い、だけです。そっから、 で、ああいう目のね、ちょっとあの、選択肢、また出しておきますわ。これの、必ず正しいと言えるものです。必ずよ。が、1個あるから選んでくださいと。で、これはですね、中央値っていうものがどういうものかっていうのをまずね、えっと、理解できてるかどうかがすごく大事で、中央値。これは単純に中央の値です。つまり、20人並んでいる時のど真ん中の数字が50になります。で、今もともと20人いるじゃないですか。偶数人なんですよ。 偶数人の時は、ど真ん中が決まりません。というのは、例えば、3人いた時、ど真ん中ってこの人よね。もう見て、見てわかるじゃん。でもさ、4人になった瞬間に、ど真ん中、え、えってなよえ、ここじゃないみたいな。ここ。こうなっちゃうんです。で、これが合ってる。これが中央値だ。ここ中央値だから。偶数人の時は。つまり、2番目と3番目の間のこの人の平均値が50になります。で、 今も20人っていう偶数人になっているので、じゃあ何番目と何番目かっていうと、10番目と11番目ね。ここ10番がいるから、ここです。ここが50です。つまり、10番目と11番目のこの人の平均が50になります。いい分かってるのはこれだけです。じゃあ、こっから選択肢を考えていくんですけど、まず、あ、20人の記録の合計が1000回である。これね、引っかかりそうよね。 そう。だって中央50回でしょ ?20 人でしょかけ算したら1000になるじゃん。なりそうだけど、今分かってんのは、ここの平均が50だから、もしかしたらここ全部、1回、2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 回みたいな感じのこともあり得るので、1000ぴったりなることもあるよ。あるけど、絶対じゃないじゃん。ね、な、と、1000にならないことももちろん出てくるので、あはダメだと。で、E は、え、記録が50回であった生徒が最も多い。 だ50回だった人が一番多いって言われてるけど、それも絶対じゃないよね。なるかもしれんけど。だって、さっき言ったように、1回、2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2回、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 2回。回で、ここの人が、例えば、50回、50回。で、100回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 ではないだろうけど。でなることもあるので、別に、普通に50回が一番多いとは限らないと。で、うは、記録が60回以上であった生徒は一人もいない。いや、全然いる可能性あるからね。 だってここには50回って決まってるけど、こっちが60、60とかいて、こっちがね、少ないっていうことも全然あり得るから。でそれもわからない。だから結論としては絵になります。絵。で、20人のうち、記録が50回以上であった生徒が少なくとも10人いる。これなんでかっていうと、ちょっと絵は答えで書いとこうか。絵ね。<laughs> ちょっとこれの答え、これになります。で、えっと、 記録は50回以上だったら生徒が少なくとも10人いるって話なんですが、今何度も言ってるように、今分かってるのはここが50です。中央値が50ね。で、中央値が50になるパターンっていうのは、ここ2人、ちょっと出すよ。この2人が、50、50だったら当然ここは、えっ、ー、と、平均、あと中央値、間は50になります。あとは、49と51とかなっても、これ、 二人の平均ってちょうど真ん中50だから中央値は50になります。もちろんこれが48、52とかなっても OK。いい中央値50のパターンっていっぱいあるからさ、こういうパターン出てくるわけよいい。ただ、どういうパターンになっても、右側の人は絶対50を超えてなきゃいけないんだよね。絶対でしょ、これ。ってことは、この人が絶対に50を超えてるから、こっから右の人は絶対50を超えてるわけ。 これ何人いるかっていうと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10人いるんだわ。ってことは、少なくとも10人い、少なくとも10人は50回を超えてるのは確定してるの。絶対なのこれ。だから、絵の選択肢に関しては、今回は OK。必ずと言える。上げ足を取られることがないです。なので、今回8番の答えは、絵となりますと。いいかな はい。ということで、今回もね、えっ、ー、と、シュシュシリーズお付き合いいただきありがとうございました。まあ、途中にもね、ちょっと話をしましたが、えっと、このシュシリーズは、俺本当自信をつけるためにやるものだと思ってます。まあ、基礎学力をつけてほしいというところもあるんですけど、だってもう76回よ。だいたい問題数平均9か10、今回8だけどね、90でやってるから、まあ10だとしてもさ、全部やったら760ももやってるよ、みんな基礎、基礎の問題。えもう自信つくよ。つけて <laughs>。自信つけていいと思う。こんだけ努力したんだから。 だから、そういった気持ちあ、他の問題もそうよ。問題文長い問題だけじゃないんだけど、でも実際ね、受験問題とかもしやった時に、たまにあるの。おい、これどうですかみたいな。なんでここにこんなもん持ってくるってあるけど、そのたまたまもん。たまたまもんってたまたまよ。だから、基本的にはみんながね、受験とか本番見た時に、あんだけやってきたんだからできるに決まってるよ。あとは、もったいないミスをしないようにしようとか、時間配分気をつけようとか。 違うところを気をつける余裕が出てくるはずだから。だから、今回の問題も、自信がなかった問題とか、ちょっと間違った問題は必ず復習してください。必ず復習して、翌日とか、数日後にできるようになってた瞬間に自信がつくんだから。あ、レベルアップしてるって思うことができるので、まあ、今回もね、ぜひね、反復して、皆さんの力になってもらえたら、なってもらえたらと思います。 では、今回もね、趣旨シリーズ第76弾ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。今回の授業はこれで終わります。以上です。りました明日